はい、太陽です。横田太陽の、ちょっとこれ多分どうなのかなシリーズやらせてください恋愛超人ハニーワークさん行かせてください。分かってる、分かってますよ、かも、おかしいのは分かってるけど行かせてください恋愛超人頑張ってみます他の曲もね、実は歌いたかったんだけど、そこはね、我慢した。こらえた。ぐっと噛み締めたんで、これだけ聴かせてください。3曲歌いたい中の1曲だけ聴かせてください。恋愛超人。コーラスとかしてほしい。コーラス最高っていうことね。さすがにコーラスはやらないから。幼い頃、ままごと、いつもお父さん役でした。背伸びクラスで一番になりました。思春期恋だってしたいのに告白されるのは後輩女子だけ。嬉しいんだけどちょっぴり複雑な涙目、なぜなのよ。決まってたよ、ああこの時この場所で君がいたら、ああ告白するってね。欲張りだと、ああ神様は言うけれど、望んだのはただ君一つだけ。縁を結んで恋愛成就。ない頃かけっこ、負け知らずの一等賞。2月はチョコレート食べきれませんでした。反抗期中二病をこじらせて、それでもついてくる後輩女子たち。すまないけれど誰のものでもないんだ、本当は恋したい。君のためにあ履いてみたスカート、初めてだよ、がドキドキしちゃってる。タイミングと、あ神様は言うけれど、今がチャンス、あ全然わかんない。写真合わせてため息ひとつ。恋愛成就、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 もう君やばいな。前回運命が出会えて、困った顔も可愛すぎちゃって、ギャップをでノックアウト寸前、やばいかも。君のことで、ああ頭がいっぱいで、走ってたよ、ただ会いたくて会いたくて、ああ欲張りだと、ああ神様は言うけれど、君じゃなきゃダメなんです。縁を結んで恋愛成就、好きと言わせて恋愛成就。